ちらっと見かけた扇風機バスはもうどこにもいません。このうどんターに行き延ばしてノンブアランプー県まで行きます。2時出発なのであと1時間ぐらいあるので水とか買い物していきましょう。いやー、しかし遺産恐るべしですね。いや、この埃っぽいのがあれそうなんでしょうけど、あの着いて会って数秒で飯を食わされるというのもですね、タイではたまにあるんですけど、早業でしたね。もうあっという間に丸め込まれてしまいました、ルーイの人たちに。ルーイのあのハレ・ダビッドソン教会じゃなくて、あの、サムロの運転手のお兄さんたちにあっという間に丸め込まれてですね。はい、悲鳴が出てこないな。ルーイのバスターミナルからノンブランプー県に向かっております。もう思いっきり遺産ですね。あっちの方曇ってるから雨降ってるのかな。お隣にお坊さんがいらっしゃいます。こういう風に走ってるってことは、こっち側の、かなり向こうがラオスですね。かなり向こうっていうか、かなりってこともないんですけど、何キロぐらいだろう。地図見ては分かるけど、めんどくさいの見えます、実際に。ラオス国境は後で、お届けできると思いますんで、その時にでもお届けします。今ノンブアランプー県に、ノンブアランプー県に自分に確認すると言ってますが、向かっております。その次は、うどんターニー県に、行く予定なんですが、うどんターニーまで行けると思いますけどね。今2時、何分に発車したんだと、そういった流れです。あのタイ東北部50何県はないか、一番の県の数を誇るタイ東北部の旅が、今スタートを告げたといった感じです。この道ですかね。この道か、あ、曲がっちゃった曲がっちゃったよ曲がっちゃったどこの ごめんなさい、ちょっとカーテンかぶってましたね。あ、なるほど、左に曲がる感じ、あ、ここに来ちゃった。どこなんだろう。ワンダルンだったら間違いないですよね。まあ間違っても、もう間違いないと思うんですけど、間違っても間違いないし、おかしな言い方ですけどね。わ、いい感じのバスターミナルですか、ここですね。こんな感じです。うわ、人乗ってくる。ごめんなさい。給油中です。ガソリン入れてます。眠い。多分あと1時間ぐらいですんじゃないかなと思うんで、なんとなくビデオ回してみました。ノンブアランプーのバスターミナルに着いたみたいです。多分着きました、寝れそうで寝なかったですね。とりあえず腹減った、長くを。さん、昨日はどうも楽しかったです。どうも、ご飯ここで食べましょうか。じゃあ、贅沢する癖が抜けておりません。30バーのカリカリ豚の小松菜炒めでいいですかね。金ムクロブって言うんですけどね。この豚がですね、豚皮付きのやつにこう油をかけながらですね、表面をカリカリにしてあります。と小松菜とオイスターソースとニンニクと小辛子と、そういった感じの大きな料理です。いただきます。